はい、こんにちは、イチローです。今回の企画はフェラーリとランボの比較です。フェラーリがね、納車されて今こう2台あるんですけども、ちょっと比較をね、せっかくならやってみたいと思って企画しました。はい、まず外見、この外見なんですけども、大きさから見てみましょう。はい、屋根の高さはどっちが高いかな。なんかフェラーリの方が少し屋根が高いで、幅を見てね、まずフェラーリからこんな幅ですね、幅感で、今度ランボルギーニの幅感、フェラーリの方が大きく見える。はい、で、じゃあ長さはどんな感じかな、横から見てみましょう。はい、フロント大体同じぐらいの位置ですね。はい、そのまま後ろへ行くと、どっちの方が長いかな。フェラーリの方がでかいな。はい、だけど、まあ、ランボルギーニだからフェラーリだからっていうわけじゃないんだけども、ランボルギーニのペルフォルマンテの方はリアウィングがついてます。ペルフォルマンテはこのウィングにしろカーボン素材を使ってるんだけど、カーボン素材でもフォージとコンポジットっていう素材なんですね。で、フェラーリの方はカーボンなんですね。こっちの方が分かりやすいかな。この柄の、よくあるこの柄のカーボンになってますね。それと今度ホイール、これは前後とも20インチです。フェラーリの方も前後とも20なんですね。ホイールのナットセンターロックですね。で、こっちは一般的な5ホールですね、まあ、ホイールになってます。まあ個人的にはセンターロックの方がかっこいいけど、実用性はこっちの方が高いね。で、ホイールのね、デザインもね、僕これはこう落ちてつけがたい。これはもうどっちもいいです。じゃあ次、タイヤ、ランボルギーニの方は245-3020 に対してフェラーリは245-3520。一回り大きいですね、フロントタイヤに関しては。はい、で、今度リア、ランボルギーニの方は305-3020、フェラーリの方は305-3020、一緒ですね。こういうことは、つまりフロントの方がフェラーリが大きくってリアは一緒っていうことはどうなんだろうね。バランス的にこっちの方が小さい、で、ここの隙間も指3本で一緒っていうことは、タイヤの外径が小さい分ランボルギーニが車高が低いっていう風に感じるのかな。どうだろう、少し離れて見てみましょう。車高的にフェラーリとランボルギーニはこっちの方が低く感じるんかな。ボンネットの高さは正直パッと見はなんかでそんなに大きな差はないんですね。だけど車高はこっちの方が低く感じるのは、タイヤ外径も一つの要因ではないでしょうか。次、フェラーリのね、 V8 モデルはこうライトがね、前からこう上がってるようなデザインが多いんですね。458もそうだったし、488もそうだったし、で、今回のこの F8 もライトこそはこれだけなんだけど、この上までダクトがついててライトがこう上に上がってる感があると。それに対してランボルギーニはこれで、デイライトが光るところもちょっとおしゃれなんだよね、ランボルギーニって。結構そのランボルギーニのこうデザインっていうのがあるんだけど、フロントのこのライトもリアのブレーキもこうなってるね。ここなんかもそうね、こういうところってちょっとこうランボルギーニ感があるんですよ。これもそう、ランボルギーニ感が出てるんですね、このデザインね。で、それに対してフェラーリは458もそう、488もそう、この車もそう、丸いテールなんですね。458は1個だけ、要するにこっち1個、こっち1個、合計2個だったけど、 F8 は4つになってます。これはね、フェラーリのあるある、ランボルギーニのあるあるで、ボンネットのこの先端から窓ガラス、フロントガラスの始まりのポイントまでフェラーリの方が長いんですよ。例えばフロントガラスの始まりここでしょ、そのまま持ってくると、ほら、ここなんですよ。これ分かるかな、この辺ですね、ランボルギーニのフロントガラスの始まるポイントって。で、この角度がランボルギーニの方が寝てる感じがする、こっちのが立ってる気がするんですよ。ちょっとこっちから見てみましょう。あ、もう明らかに違いますね。ランボルギーニの方がフロントのガラスの寝方、寝てますよね。フェラーリの方が起きてますよね。で、ここの窓ガラスもフェラーリに比べたら前にあるんですね、ここの部分。はい、そのまま行きますよ。
この辺ぐらいじゃないかな。この辺ぐらいで窓ガラスが終わる。ただこれだけの差とこれだけの差っていうことは、つまりここの長さっていうのはこっちの方が長い。長いってことは、つまりこのフロントガラスのこうなってる角度がランボルギーニの方が寝てて、フェラーリの方が起きてるみたいな、そんな感じになってますね。はい、じゃあちょっとね、運転席から見た雰囲気がどう変わるのか。はい、こんな感じなんですね。ちょっと難しいかもしれないけど、その目線で言うとね、ここがね、フェラーリに比べてちょっと奥にあるんです。フェラーリはね、この辺、雰囲気的にこの辺、ランボルギーニはまあやっぱ奥にあって、ダッシュボードもね、先端が遠い気がする。まあ、これはもうガラスが寝てる証拠なんですよね。乗った時の雰囲気が随分とフェラーリとは違う、そういう印象です。はい、今度はフェラーリ。はい、じゃあフェラーリの方を見てみたいと思います。こちらフェラーリなんですけど、フェラーリの方がボンネットの先端が手前にある気がして、こっちも随分手前にあります。だからまあ運転する見やすさっていうのは、まあ、こっちの方が見やすいんだろうなと思うんですけど、これ今ね、向こうも黒いしこっちも黒いから、赤いやつがすごい分かって見づらいんですけど、逆に普通道路走ると空の方の方になるんで、あんまり赤が映り込まないから、ここまでね前が見えないっていう心配はないです。意外と走りやすいんです。これはまた試乗動画の方でねお見せしてるんで、まだ F8 の試乗動画見てない人はぜひそっちを見てください。ただ中が赤いんで雰囲気がすごくいいんです。でもランボルギーニはランボルギーニで、アルカンターラでブラックでイエロー、これはね、また本当にもうその気にさせてくれるっていうか、もうめちゃくちゃスポーティーです。まあ、最近のランボルギーニは通常の裏感もそうですけど、メーターがもうモニターなんです。でフェラーリの方は真ん中はアナログ式ですね。で左右に液晶のモニターが入ってます。ナビゲーションはランボルギーニの方が見やすいですね。これは右側に見えるんですけど、ちょっと僕個人的にはね、スペチャーレの方が見やすかったかな。次、この後ろを開ける。この後ろを開けるのも、ランボルギーニとフェラーリでは少し違います。ランボルギーニの場合は、エンジンかける必要はないんですけど、鍵を持って、オンにしてイグニッションを入れないと、後ろが開かないんです。で、ボタンはここにあります。押します。はい、これで開きます。はい、これで開きます。で、オープンカーじゃないんで、しっかりエンジンが見えますね。ペルフォルマンテは、これもフォージとコンポジットなんですね。すごいです。はい、で、フェラーリ。フェラーリの場合はいちいちオンにしなくてもいい。開けて、これを引っ張れば開きます。はい、で、オープンカーなんで、可愛くここだけ開きます。でもね、オープンカーだけどしっかりエンジンが見えるっていうのはね、これはちょっといいですね。はい、じゃあマフラーサウンド、これは N8 ターボなんで随分と違うと思います。それではエンジンかけてみたいと思います。まずはランボルギーニから。コルサモードとスポーツモードとストラーダ、それで音がそれぞれ違います。今コルサです。コルサモードだとこのねメーター表示になるんですけど、はい、じゃあねスポーツモードにします。音が変わりますよ。これちょっと静かになった。で次ストラーダ、さらに静かになりましたね。こうやって3段階でマフラーの音が変わるんです。じゃあ逆にしても分かりやすいですよ。ストラーダからいきますよ。スポーツ、お、ブーって言ったね。次コルサ、ほら、はい、でエンジンのかけ方がランボルギーニとフェラーリで随分違います。ランボルギーニの場合はこれこうやってね、スイッチ、もうミサイルのスイッチオンみたいな、こういうものがエンジンスタートのボタンなんです。でブレーキを踏んでこれでかかりますね。はい、次はフェラーリ。フェラーリの場合はエンジンスタートボタンがハンドルのここにあります。はい、これをブレーキ踏んで
これを押すとエンジンがかかります。かけたばっかりの時はまあまあ音が大きいんです。これでちょっと時間を経つと静かになってきます。今マフラーのバルブ見て、あのようにエンジンが温まるとバルブが閉じるんです。はい、あとねランボルギーニはここにモードの切り替えスイッチがあったんですけど、フェラーリの場合はここにあります。はい、じゃあこれ今までのフェラーリ458の場合はこれをモードを切り替えるごとに音が大きくなりました。あのランボルギーニと一緒ですね。この車音が変わらないんです。こうやっててもこうやっててもこうやっててもみんな静かなんです。あと2つ、1つ目トランクの中の広さ比較。はい、で鍵がこれ、こっちがフェラーリ、こっちがランボルギーニで、ランボルギーニのここ、これね、ランボルギーニのマークがついてます。トランクはもう開けるのは中からも開けれるし、こっちからも開けれます。じゃあランボルギーニに開けます。はい、フェラーリ開けます。はい、こんな風に開けます。じゃあそれぞれ中の広さを比較してみたいと思います。まずはランボルギーニ。はい、まあフロントにエンジンがないんで、フロントは物入れになります。フェラーリは、フェラーリの方が広いか。フェラーリの方が広いですね。で、実はこれね、こっちにも行くんですよ。今これがね、ここに物がこうやって入ってるんですけど、これを取るとこのバッグこっちに隠れちゃいます。ほら。はい。で、ここね、今ね、ちょっと開けた時に感じたんですよ。このフェラーリの場合、ここにね、あるんですけど、あれどこだったっけって、ちょっと右側にあるんですけど、こうやってやると開くんです。ただランボルギーニはヒンジの真上にあるんで、真ん中にあるからすごく開けやすい。真ん中を開けると、まあ、こっちの方が開け閉めはしやすいですね。はい、で閉めるやりやすさ、閉まりやすいですね。まあ、これも納車したての時は全然閉まらなかったけど、はい、納車ムービーこっち、はい、閉まんえ、なんで体重をかける。あ、いった、閉まったか閉まってないか分かんない、ね、これあやちゃん閉められんかもしれない。はい、閉まりやすいです。次、給油口の開け方。ランボルギーニは給油口はこのままここをね押さえるだけで開くんです。で、ガッチャンですね。じゃあフェラーリはここに給油のマークがついてます。ここを押したら開きます。はい、でこれも同じですね。ガチャンって刺すタイプです。はい、こっちがフェラーリの充電器です。こうやってね、 OK だと青になってます。はい、100ボルトですね。はい、これの外し方は手で簡単に外れちゃうんです。裏どうなってるかっていうと、磁石がついてるんですね。じゃあ中はどうなってるかっていうと、こんなような感じで根元も磁石になってるんです。で、このままこう刺したらポチンって吸い寄せられるかのようにくっつきます。若干斜めになったりして磁石がくっつくと正しく充電されないんで、この刺した後はこうちょっと確認する必要があるんですね。そしてコンセントを刺すと、そうするとここがこのように点滅をして、この色になると充電開始で、充電完了になると青になるということですね。これがフェラーリの充電方法。はい、そしてランボルギーニは、はい、このボンネットを開けます。そしてここにこの線が出てるんです。この線が出てる、ここに充電器をつなげるんです。僕最初ここかなと思っちゃったんだけど、ここなんですね。はい、で付け方は、
はい、これがランボルギーニの充電器です。ここ接続する前にこの線をつなげるそうです。はい、こうやって僕は説明を聞きました。そうすると最初はエラーっていう表示が出るんですね。その後にここ、これキャップになってるんですよ。キャップになってるんで、このキャップになってるこれを、はい、取ります。そしてこれとつなげます。はい、こうやってつなげます。はい、これでつなげると、はい、ここバッテリー、これね、もうバッテリーが充電されてるんです。バッテリーチャージって出るんですね。で、充電が満タンになると止まって、また減ってくると自動的に充電するという、まあ、こういう状況になります。はい、いかがだったでしょうか。フェラーリとランボルギーニ、どっちが好みでしょうか。まあどっちもいいっていう人と、フェラーリの方がいいっていう人、ランボルギーニの方がいいっていう人、まあ意見それぞれだと思いますけど、もしあのコメントいただけるんでしたら、その理由も書いていただけると嬉しいです。で、いやそんなの買えないよっていう人のために、今度ね、フェラーリをどうやったら買えるか、これもちょっと企画してみたいと思いますんで、お楽しみに。